カーテシーランプカーテシーランプとは自動車の照明の一種でサイドドアの内側下部に備わっており足元を照らすことと後続車への警告灯の役割をする照明のことであるこのランプは自動車のサイドドアの内側下部についておりドアの開閉と連動して点灯消灯する車に乗り降りする人の足元を照らしたり後続車にドアが開いていることを知らせ 特に夜間の安全性を向上させる役割がある。カーテシーランプ、カーテシーライト、カーテシライト、ドアカーテシー、ドアカーテシー、ドアカーテシーランプ、ドアカーテシーランプ、ドアカーテシーライト、ドアカーテシライト、などとも呼ぶ。そもそも、コーテシーとは、礼儀正しいこと、丁調な行為といった意味の英語で、コーテシーカーといえば、送迎車の意味になる。車であっても、 後部座席のドアには装備されないことが多く、運転席と助手席のドアのみ、車種も少なくない。また、ランプの代わりにリフレクターのみが装備してあったり、それら装備自体ない車種も多く見受けられる。最近のミニバンでは、ドアステップ部に装着されている車種も多く見受けられる。日本のタクシー業で使用されている車種のうち、セダンタイプのタクシー車においては、 左方後部座席から乗客を乗降させる関係上、後部左側ドアを開ける機会が乗用車より格段に多いため安全性確保のために、左方後部座席にもカーティシーランプを装着している場合が多い。それに加え LED テープを後付けで装備しているタクシーも見受けられる。透過色については日本車では透明色の採用が多い。 それに対しアメリカ社やドイツ社では赤色を用いるケースも少なくない。ありがとうございます。